はい、では当院でファスティングをされた方のご感想をいただけるということなのでよろしくお願いいたします。はい、今回ファスティングはもう2回目という2回目ですね、はい、ことなんですけれども、はい、まず一番最初ファスティングされたのは、どうしてファスティングにご興味を持たれましたか。川崎さんのその熱い、はいはい、熱い推しに負けまして当時人生最大レベルで太ってて、はいはいはい、80キロぐらいまで行ってたんですけど。80キロぐらい、はい、なるほどですね、うん、その時はどんなお悩みがありましたか。ですね、まあ、まず全身ちょっとねぷよぷよ状態だったので、はい、これいかんなと思って、まあ、ちょっとビジネス的な意味でも、はい、まあ、見た目太ってるとちょっとね映えないので、そうですね、もしやっぱりある程度シュッとした方が、はい、自己管理っていうところもありますよね、うん、一緒にランニングとかもしましたよね。しましたねヘロヘロになってました。重たかったっすよね。そうですね、うん、1回目された時はどんな感じを受けましたか。1回目した時は、うん、でも本当その時75キロぐらいまで痩せて、うん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 、やっぱりそうお腹にあのすごい地球儀みたいなボールがあったんですけど、はい、あれがなくなるみたいな。なるほどですね。1回目やってる最中苦しかったり辛かったこととかってありませんでした。そうですね、やっぱ準備食期間がまず辛くて、うんうん、で酵素ドリンクを5日間飲めるじゃないですか。酵素ドリンク飲んでる間は割とそのお腹がちょっと膨れるというかなんかまあ空いてない状態で、その間はやりやすかったですね。準備食の方が大変だった。準備食きつかったですね。そっかそっか、お仕事もあって外食しなきゃっていうこともおっしゃってましたもんね。そうですね、でちょっと頭痛くなったりとかはね、夏場だったし。なるほどですね、うん、今回2回目されたのはどういった形で。そうですね、で特に半年ぶりだったんですけど、まあリバウンドすることもなく来て、まあ、前回からの続きからできるような感じで。なるほどなるほど、はい、で今年ちょっと北海道マラソン出るんですよね、はい、でちょっと体作りたかったので。そうですね、うん、やっぱ重たい体で走るのと全然違いますからね。なるほどなるほど、ちょっと2回目やると、はい、まあ、お腹にあった地球儀からちょっと割れた腹筋が少し見えるぐらいまでシュッとして。なるほどですね、はい、で味覚も随分変わりますよね。やっぱりラーメンとか、はい、ちょっとすごくくどくて食べられなくなったりとか。あ、なるほどですね、うん、はい、で2回目行った時ってラーメン食べた後にもう一杯いける感じになったので、はい、これはと思って、ね、そろそろやり時だと思って、はい、常に飲んでたコーラをやめれたっていうお話も。あ、そうですね、ありましたね。一応なんか太り始めてたので、はい、コカ・コーラゼロで頑張ってたんですけど、はい、まあ、1日 1.5 リットル開けてたんですけど、ね、それをまあめちゃくちゃですよね。そうで飲まなくてよくなりました、はい、なんかもう買わないと飲まないといられないみたいな感じだったのが、まあ飲まなくてもよくなってファスティング後に。なるほどですね、糖依存っていう状態からも脱却できるっていうところですね。そうですね、ラーメン食べたくて仕方ないとか、そういうなんかお腹ちょっとでもすくと耐えられないとか、はいはいはい、そういうのはすごくなくなりますよね。なるほどですね、これからファスティングをしていきたいなとかちょっと興味を持っている方に何かメッセージがあればお願いできますか。そうですね、このシュッとした川崎さんが、はい、熱くサポートしていただけるので、はい、まあ、初めての方も安心して取り組めるし、はい、まあ、特に男性は、うんうん、結構痩せやすいと思うので、うん、内臓脂肪分が ね、はい、代謝もすごくいいですしね、うんうんうん、でまあ、痩せるプラス、まあ、健康っていうところで言うと、はい、食習慣の見直しにもなってすごくいいので、忙しいビジネスマンの方はぜひおすすめです、うん、ありがとうございます。僕が言いたいことは全部言ってくれましたので素晴らしいですね。素晴らしいですね、完全に。ありがとうございました。ありがとうございます。貴重なお時間ありがとうございます。何ももらってないですから、はい